もっともっと逃げろ。ねえ、この F で落としたわよ。あら、この F で、もしかして。何を言ってるの？そういうんじゃないわ。どこかで噂になってるのを見たことがあるような。効率よく混ぜることができる奇跡の筆、粘り気の絵筆とそっくりなのよ。でもあれは確か将軍家の宝物殿の奥深くにしまわれていたはず。どうしてあなた方がこんなものを？気づかなかったって。それじゃあ私は忙しい身だから行くわね。とにかく落とし物には気をつけなさい。この落とし物に気を取られたせいで私銀さんの後こっそりつけてたのに見失っちゃったんだから。つうか、捨てられないね、この F で。なんか呪われてるんじゃない？この際だから、諦めて持っとけば。ああ、ソロ君か。いや、なんてかね。そりゃ俺だってマダオとか呼ばれ続けてる自分じゃないって思ってたさ。昔みたいに大勢の奴らの上に立ってビシバシ仕切る仕事をもう一度やりたいって夢見たことがないわけじゃない。濡れ手に泡で儲かることだってやってみたかったよ。例えば敵屋の元締めみたいにさ。でもな、分かったんだ。俺やっぱそういう玉じゃねえんだよ。ほら、この間俺元締めに間違われちゃったじゃない。いやー、もうそれも見るが無残にボロ負けでって、それはどうでもいいんだよこの際。実はあれ以来俺そのまんま元締め的なことやっちゃってるわけよ。信じてるどころか、あいつら俺のことを妙に頼りにしてくるようになっちゃってさ。なんかもういろいろと大変なのよ。
いや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 、ソラ君、君は大人の世界を分かってないよ。子供の頃は誰だって思うよな。社長さんはお金持ちで高級会社乗り回して美女をはべらせてドンペリ一気飲みみたいな。けど違うわけ。そんな社長確かにたまにはいるけど、ほんの一握り。社長と呼ばれる人の多くは社員の不満とか原材料の高騰とか取引先の無茶とか娘の彼氏が不良っぽいこととかに毎日悩まされてるの。だから元締めもなんつうか管理職みたいなものなわけ。下の者にいろいろ不満言われてさ、無視すりゃ辞められちゃうかもしれないし、かといってその不満を全部解消できるわけもなし。もう板挟みよ板挟み。そういうこと分かってんじゃない、そらくん。母さん、あんた俺の母さん。当たり前だよ。この話のオチが実はソラ君は俺の母さんでしたなんてことだったらみんなびっくりだよ。ああ、それは。ああ、元締め、こんなところにいらっしゃいましたか。どこ行っちゃったかと思いましたよ。よう、お前ら一体どうしたんじゃ。あの件どうなりました。俺たちかなり楽しみにしてるんすけど。敵屋の地位向上のためにも絶対必要なことだと思うんですよね。あ、あの件ってなんだっけみたいな。またもう元締めは人が悪いや。そうやって何度も言わせて俺たちが本気かどうか試そうってんですね。そうじゃな。我々敵屋の店構えをもっと綺麗なものにしようっていう計画ですよ。そうそう、若い女の子が友達と一緒に軽くお茶しに来られるような感じの店にね。いいアイディアだと思うんですよ。これからは女性に支持されないとサービス業は生きていけないですからね。分かってる分かってるって。今どうやったら実現できるかいろいろ考えてるから、もうちょっと時間ちょうだい。じゃあよ、5分。分かってますって。俺たちの元締めなら約束を反故にしたりなんかしねえってね。待たされれば待たされるほど私たちもうバリバリ期待しちゃいますんで、よろしくお願いします。そんじゃ元締め、頼みましたぜ。はあ、というわけなんだよ。そりゃできるんならその方がいいよ。俺だってやってみたいと思うよ。けどどんなにやりたくってもさ、どうせ俺なんかにそんなこと実現できるわけねえし。まあしばらくはのらりくらりで通すさ。逃げ回ってりゃあいつらもそのうち忘れてくれんだろう。そんじゃな、ソラ君。
おお、すげえじゃんか、空くん。ほんの数時間でここまで仕上げるなんざ。これならあいつらも大満足だ。ありがとうよ、空くん。いや、敵や一同、空くんにはしばらく足を向けて寝られねえな。ああ、早速可愛い女の子のお客さんも入ってたしな。今日は敵や業界の革命が起こった日だな。ああ、それな、俺な、やっぱり元締めやめようと思うんだ。俺自身の力じゃねえじゃん。空くんが力を貸してくれたからだろ。それで思ったんだ、俺はやっぱり元締めの器じゃねえってさ。俺には公園で暇つぶししながら仕事探してるマダオが似合ってる。少なくとも今の俺にはな。分相応なこと続けても周りに迷惑をかけちまうのが関の山さ。そんなことをするぐらいなら俺はマダオのままでいい。もしいつかやっぱり元締めをやりたいって心から思ったら、その時は改めて自力で元締めになるさ。はは、お礼なら俺の方が言うべきだろ。よくわかんないけど、そうなのか。まあ感謝されてるみたいだからいいか。でもそういうことならもう一つだけ俺の頼み聞いてくれねえかな、空くん。今日の売り上げ、敵や連中は俺が元締めだって思ってるから俺に渡しに来たんだけどさ、本当はこれ本来の元締めに納めるべきものじゃん。元締めやめる前にやっぱそのあたりはちゃんとしとこうと思ってさ。そういうこった。あ、ここだ、ここ入ろう。こんばんは。なんてな、誰もいねえよな、どうせ。あ、さっちゃんの秘密のプレイルーム、Mっ子クラブへようこそ。いや、絶対嘘だろそれ。言葉噛みまくってるし。そう、バレたらしょうがないわね。お命ごめん。ちょっと待って、いきなり物騒なことしないって。なんなの、どうしてあんたがここにいるの。ここ敵屋の元締めのアジトでしょ。
何バカなこと言ってるの。だからここにいるんじゃない。あんたが元締めの正体？こういう副業を持たないと忍びの仕事だけで食べていくのはなかなか大変なのよ。それとも何？女が元締めじゃおかしい。あなたも女は家庭に収まっていればいいって口。いやいや何も言ってませんから。分かったわ。私が M だからね。 M に元締めなんて務まるもんかって思ってるんでしょう。いやそういうことじゃなくてですね。そんな凝り固まった考えの世の中にドロップキックを食らわすのが私の使命よ。 M だけ立派に元締めができるって証明してやる。今日の売り上げここに置いておくんで今後ともよろしくお願いしますよ元締め。何？それは皮肉。お前なんか銀さんとよろしくやってればいいとか思ってるの。まあ確かにそれはそうなんだけど。ソラ君帰ろうか。トイレットペーパーが30円安いぐらいで騒いでる場合じゃないやるね。魂の絵筆を盗んだ犯人が逮捕されたんだって。博覧会に展示されており、先日紛失したとされていた魂の絵筆。その絵筆を盗み出したとされる犯人が先ほど新選組によって逮捕された模様です。捕まったのは博覧会の装飾作業を行っていた装飾工の男で、年齢は不詳。現在のところ男は黙して何も語らず、動機などその他詳しいことは分かっておりません。なんか実直な職人って感じで、そんなことをやりそうな顔には見えないですよね。まあそういうやつほど切れると怖いってのもあるからな。なんだ、そうだったのか。そんなお家のためにここまでずっとプレイしてきたテレビの前の君、ご苦労様だったな。いやいや、まあそれはいいとして。だけどさ、なんかちょっと不思議な力のある絵筆だってことは確かなんだろう。